お分かりですか？これが何だか。いや、分かってないな。あなたにはお分かりになっていないんだ。人体の模造品、そうでしょう。しかしあいにくこれは指じゃない。指の形をした劣等感にしか過ぎないんです。私は別段指の治療してやってるわけじゃない。精神科の医者ですからね。ただこうして劣等感でえぐられた心の穴を埋めてやったまでのことです。